もしもし。こんばんは。こんばんは。はい。マジックやってもいいですか？マジック、はい、どうぞ。カメラですか？すね、あ、はい。ああ、すごい。あれ、なんかすごい、食生活。映すね。映すね。これ、全画面映した方がいいかな。はい。やったやったやった！僕、マジシャンなんですけど。マジシャン、はい。よくトランプとかを消したりだとか、コインを今ないんですけど消したりだとかするじゃないですか。はい、です。やりますね。僕はもっとナチュラルにやるために、はい、まず身の回りにあるティッシュを使って、ティッシュ、はいはいはい、ティッシュを消します。ティッシュをまず消す。了解しました。これまず手に何も持ってないことを確認していただいて、はい、何もないですな。腕も袖もまくって何もありません。種も仕掛けもないってやつですね。これを、はい、中に押し込みます。はい、押し込んだ。確実に入ってると思います。手が震えてる。はい、手が震えてる。これで指を鳴らすと一瞬です。はい、はい、ふざけんなよ、ふざけんなよ。何長い時間と高画質なカメラ使ってファッキューしに来とんねん。ほんとにめちゃくちゃ手震えてたし。もしもーし。こんばんは。こんばんは。さっきは、はい、ちょっと失敗してしまったんですけど、あれですか、マジシャンの方ですか？そうですね。あ、今ティッシュを消すつもりが間違えて。あー、なるほど。すいません。もう甲羅も何も関係なかったですもんね。なんかね、ないです、ごめんなさい。いや、次は、はい、今度はアリケンさんが、はい、消すものを選んで。あ、この中で選べます。なんと選べます。え、手の中で消えるものじゃなくてもいいの？大丈夫です。じゃあ机。あ、ロールケーキ。ロールケーキ。じゃあロールケーキ。こんな前に都合よくロールケーキがありましたね。そうやな、そうやな。ロールケーキ頼む。ロールケーキ消しましょう。あ、お願いします。行きましょう。はい、なんと、もうこのロールケーキ、はい、このラップをした状態で、はい、手の触れられない状態で、はい、消したらすごくないですか？すごいね、それは。めちゃくちゃすごいね。ちょっと自分の中身見える。オッケー。これでロールケーキを消します。はい、お願いします。いきます。3、2、1。うわうわ、消えた。すげえ、なくなったロールケーキ。どこに行ったの？すごい、あれ、なんか声が聞こえないけど、すいません、ロールケーキどこに行ったんですか？すいません。うん。いや。さっきは大丈夫で、牛乳かなんか飲みましたか、ちゃんと？いや。ああ、違う、消えたもんな、ただ消えたもんな。はい。だよな、ごめん。今度は先ほどと同様に、マジックやります。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。あ、すごいね、準備して。いいですね。うん。まあ、トランプ、アリケンさんから用意してもらえるわけじゃないので、はいはいはい、私物のを使うんですけど、はいはいはい。青か赤、どっちか選べますと。青か赤、どっちか、じゃあ。もちろん、どっちも、普通のトランプなんですけど、はい。じゃあ、そうだな、じゃあ俺赤好きだから赤。じゃあ赤で。うん。赤。まあ、普通のトランプです。普通のトランプだね、うん。トランプですね。うん。で、今回は何があるかっていうと、はいはいはい、予言のマジックやりますと。予言マジック、ほう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 。予言のマジックに必要なカードがありまして、はいはいはい、4枚のあるカードが必要なんですよ。4枚カードが、はい、今それを抜き出してます。ちょっと表向きになってるやつがあるから、ちょっと。はい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 、 OK、 はい、4枚ここに今、はい、あるね。うんうんうん。よいしょ、抜き出しておきました。はい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 。で、これをですね、後で使うので、1、2、3、4枚、このカードをこっちに置いときます。はいはいはい、で、はいはい、左に置いて、ここでアリケンさんに1枚選んで覚えてほしいカードがあるんですけど。あ、了解です、了解です。じゃあ僕がこうやって送っていくので、好きなところでストップって言ってください。はい、じゃあストップ。じゃあこのカードを、はい、僕後ろ見てるんで。あ、了解です。見ます見ます、覚えます。これをあ、もうちょっと右、そこそこです、そこです、そこです、それです、はい、それです。これ覚えてください。はい。うん。逆にして？違う。あ、こう。そうそうそう、そうだね。あ、オッケー、覚えた覚えた覚えた。オッケーオッケーオッケー。覚えた覚えました、覚えました。
そしたら、うん、ですね、うん、ちょっと面白いことが、ちょっと面白いことありますね。ほう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 。何が面白いかっていうと、うん、普通ここでマジシャンは、うん、裏向きで、裏向きのまま、カード全体裏向きのまま、うん、選んだカードを裏向きで入れると思うんですけど、うん、僕の場合は、うん、僕の場合はですね、うん、トランプ全体を表向きの状態にして、はいはい、選んだカードだけを裏向きで入れるんですよ。はい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 。そしたら、こっちの1234枚の予言のカードと、はい、今入れた、はい、選んだカード、はい、よくわかるじゃないですか。わかりますね。カメラの角とかしこう。はいはいはい。でこの状態で、はい、マジックやるんですけど、はい、この4枚のカード、はい、選んだカードの特徴を示してるトランプなんですよ。ほう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 。どういうことかっていうと、まず1枚目が色の予言なんですよ。色の予言、はい。めくってみると、クラブの3なんで、選んだカードの色は黒なんですよ。で、次が、マークの予言です。マークの予言めくってみると、クラブの3なんで、選んだカードのマークはクラブなんですよ。で、次がですね、数字の予言です。え？数字の予言めくってみると、え？クラブの3なんで、選んでもらったカードの数字は3なんですよ。で、今、色は黒で、マークがクラブで、数字が3なんですよ。ここまでやったんです、はい。で、最後1枚残ってるんですよ、これ。はい。これが、なんと。はい。スペードのエース。最後違くね、なんか。最後違くね。いや、ちょっと待ってくださいよ。はい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 。これどういうことかっていうと。はいはい。今まで選んできたこのカードって。すべて。なんで ?1234 枚のエースだったんですよ。はい。これどういうことかっていうと、うん、今まで使ってきた予言のカードは、うん、エースだったんですよ。はいはいはい、うん、でですね、やばくない、やばくない、この最初に出しておいたこのカードあるじゃないですか、はい、このカードが、なんで、増えてるし、なんでエースだったんですよ。で、最初に予言で使ってたこっちのカード、そう、こっちが選んでもらったクラブの3だったら、この予言のマジックは成功ですと。うわ、すげえ、やば、え、ありがとう。普通のマジックもできるぜ。いや、すげえ、お前プロだぜ。ありがとうね。お前いけんのこの後。いや、いけそうだな。自信のネタできました。いけそうだな。おう、なんだ、うん、あの、ひょっこりはんって言うじゃないですか。ひょっこりはんおるね。あの、彼のモネマネをして。うん、いや、お前変哲もない。なになに、だっけ、うん。壁を誓って。壁を誓って。うん。しょりしたいと思います。書類を誓ってしゅるのね。シェシ。わかっちゃう。シャシャシ。シャシャシ。おい、シャシャシ。あの、あの、似たわけと思ったのも聞きもらって大丈夫。あ、わかりました。キーシ、キーシ、シャ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 、はい。よし。はい。チュ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 チ